それでは改めまして森澤区長就任記者会見を始めます。はい、本日は大変お忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございます。品川区長の森澤翔子です。去る12月4日の品川区長選挙につきまして多くの区民の皆様のご支援ご支持をいただき品川区長に就任をいたしました。心から感謝申し上げますとともにその職責の重さを実感しているところでございます。さて品川区はこれまで4期16年にわたる浜の区政のもと健全な財政基盤を築くとともにさまざまな先進的施策を全国に発信してまいりました。世論調査の結果からも品川区に住み続けたいが9割以上であります。私はそのような区政の良いところを継承しつつ時代や区民ニーズに合わせて進化発展させていきたいと思っています。子どもの笑顔にあふれ若者が輝く街、子育て世代現役世代が生き生きと働き暮らす街、障害者も高齢者も誰もが安心して生活する街、歴史や伝統文化を大切にしながら新しいものを生み出す街、多様性が尊重される街には人が集まり賑わいが生まれ地域経済は元気になります。この好循環が品川区のポテンシャル可能性をさらに伸ばします。そして人と人がつながる強く優しく愛される街へとより一層発展させることができると考えております。現在の社会状況は人々の価値観やライフスタイルが多様化し政治や行政が唯一の答えを持ち得ていない、そういった時代を迎えています。であるからこそ子育て教育福祉まちづくり政治や行政の仕組みも全てを時代に合わせて変えていく、そして区民とともに進める区政へと発展させていく必要があります。そこで私は区政の区政運営の基本方針として誰もが生きがいを感じ自分らしく暮らしていける新時代の品川を掲げ区民の声が届く区民と共に進める新しい区政を目指し全力で取り組んでまいります。具体的には4つの政策目標を掲げ推進してまいります。第1に一人一人を支え伸ばす子育て教育で選ばれる品川、第2に障害のある方も高齢者も誰もが安心を実感できる品川、第3に歴史と伝統を未来へつなぐ街づくり、経済と環境が両立する SDGs 品川、第4に区民と共に進める新時代の品川です。以上が4つの政策目標になります。これらの施策を推進していく上ではいかに財源を確保していくのかという点も重要な課題です。都政改革を推進してきた経験を生かし情報公開と事業評価の徹底により無駄を削減し財源の捻出に努めてまいります。4つの政策目標に対する具体的な施策については今後の予算編成の中で私の思いを踏み込んでまいります。一方喫緊の課題についても速やかに対応する必要があります。今回の第4回区議会定例会において物価高騰への対応などに向け地方創生臨時交付金などを活用した補正予算を提案させていただきます。私は品川区長として新時代の品川の実現に向けて区民の皆様、区議会議員の皆様、関係機関、関係団体の皆様と一層の連携を図り職員とともに全身全霊で区政を担っていく決意であります。報道機関の皆様には今後とも区政情報の発信にご支援ご協力を賜りますようお願いを申し上げます。以上をもって私の就任の挨拶といたします。ご清聴いただきありがとうございました。